皆さんこんばんは。お部屋探しのハートサポートの岩城です。お部屋探しのハートサポートはですね、初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でお伝えしたいという考えのもと、こちらの物件ですね、後でホワイトボードを使って初期費用のご説明をいたしますが、1000円で入れるんです。1000円札1枚でですね、さらにフリーレント2ヶ月付き、後でホワイトボードを使ってしっかりご説明します。とはこういうですね、とても素敵な物件を、最速でアップするため、指映ってるだとかちょっとブレてるだとか、それでもお部屋の雰囲気が伝われば良いという考えのもと、雑な編集はですね、ご愛嬌で皆様お楽しみくださいませ。それではお部屋引き続き見ていきましょう。はい、こちらの物件、ワンルームには珍しくカウンターキッチンになっていますね。大変おしゃれでございます。IH 二口の、はい、2020年11月築ということで新築ピカピカです。それでは動画後半へ続きます。皆さんこんにちは、岩城です。ご覧いただいているお部屋は世田谷区の用賀駅まで徒歩11分の新築デザイナーズマンションです。それでは引き続き動画をご覧いただきましょう。はい、ナスリの外観エントランス部分です。先にですね、設備をご紹介していきます。オール電化、オートロック専用ゴミステーション、エアコン、独立洗面化粧台、システムキッチン、フローリング、浴室乾燥機、洗浄機能付き暖房便座、クローゼット、シューズボックス、モニター付きインターホン、インターネット無料、IH コンロ、エアコン1機という形になっています。周辺環境ですね、私ちょっと調べてたんですけれども、まずですね、立地的には用賀駅、二子玉川駅、上野毛駅を三角形にしたちょうど中間あたりの建物、マイバスケット上野毛4丁目店さんが近くにあり、朝の8時から夜の11時まで営業です。ローソン瀬田店も近くにあり、買い忘れに便利ですね。ホワイトボードを使って初期費用のご説明をいたします。ナスリの初期費用の説明をいたします。お得情報はこちらです。つまりですね、一日契約開始日の見積書になりますが、2ヶ月フリーレント値引き、2ヶ月分値引き値引き、2ヶ月分値引き値引きということで、合計値引き額296,000円、初期費用は1000円でご紹介いたします。はい、それでは水回りのルームツアーを見ていきましょう。鉄筋コンクリート造の5階建て、現在募集しているのは9月9日現在で、申し上げますと合計4部屋募集していますね。7万9000円から8万8000円まで。ちなみに小型犬あるいは猫1匹までいずれか飼育可能です。敷金2ヶ月とのことです。はい、近くにですね、美味しい食事どころないかなって調べてたんですけれども、二子玉川駅近くにあゆラーメンというのがありまして、塩ラーメンとしても普通美味しいで、さらにあゆの風味が相まってとのことで気になりますね。行ってみたいと思います。はい、洗濯機置き場ですね。こちらを見つけたときは本当にびっくりしました。初期費用1000円、で10月1日契約開始日であれば10月11月の賃料が無料で初期費用1000円、なかなか見ない物件ですね。はい、でこうやってカウンターキッチンでおしゃれになっていると、クローゼット部分もございます。はい、とても素晴らしいです。今回のルームツアー動画は以上となります。次回のルームツアー動画もお楽しみにお待ちくださいませ。